今日も帝国領を広げていこう。前回は渡りガラスの鉱山をゴールドの生産地に変えてやったな。その渡りガラスの鉱山を占領したことで、巨人の里という土地に行けるようになったよ。なんか払って名前の尊重がいそうだな。いや、ゾンビの巨人がいるから巨人の里って名前らしいよ。なんだよゾンビの巨人って。巨人がゾンビ化したのか？なんかゾンビが突然変異ででっかくなっちゃったみたいだね。突然変異がすぎるわ。まあとにかく、感染者の全滅とコロニー人口1000人が目標らしいから、これらを頑張って目指していこう。現地に行く前に注意点が一つある。ここは非常に寒い気候で、建物を温めるためにエネルギーが 30% 余分に必要なようだ。ダメだ。我慢してもらおう。我慢を強要するな。とにかく、エネルギー消費が3割増しになることを頭に入れて開発に取り掛かるぞ。わかったよ。さて、最初からめっちゃ雪が降ってるねー。おい、霊夢。マップに反応があるぞ。本当だ。北の方に何かがいるよ。偵察と行こうか。げえ、でかーい。こいつが巨人か。体力が1万の正真正銘の化け物だよ。見た目通りパワーも天元突破していて、人間なんて一撃で葬られるぜ。こんなのが攻めてきたら勝てないねー。幸い巨人は私たちに気づいていない。今のうちにコロニーを開発し、軍備を増強して巨人に対抗する力を作り出そう。そうだね。今回はゾンビの襲撃もないようだし、内政に注力できるね。それじゃあレンジャー隊を探索に向かわせるぜ。北に行くと早くもゾンビの群れと遭遇したね。だがうっすらと石場も見えるぜ。ここら辺のゾンビたちをきれいにしてから採石場を建てよう。それと食料はしばらく狩猟小屋で賄っていくぜ。司令部のすぐ近くには豊かな森があるからね。この森のおかげで背後を気にしなくても良くなっている。北、東、西に目を光らせておけばいいわけだね。防衛の負担が減るから、渡りガラスの鉱山と違って不意打ちを受ける心配も少ないぜ。お片付けが済んだからテスラタワーを伸ばして石場をテリトリーに収めるよ。宝石がないからちと不安だな。それならレンジャーを一人テスラタワーの防衛に当たらせるよ。これでゾンビがやってきても返り討ちにできるよ。テスラタワーが完成したんで、採石場を建てるぞ。しばらくすれば兵舎を建設できるね。まあ肝心の鉄が見つかっていないから、ソルジャーを訓練するのはいつになるかわからないがな。採石場が完成したけど、まだ防壁が一枚もないねー。探索を一旦ストップして、木材が溜まるまで警備に専念しよう。ソルジャーとスナイパーには司令部周辺の警備を頑張ってもらおう。早く防壁を建設して、ゾンビの自由進行を止めたいところだな。マリサのリクエストにお答えして、溜まった資材を防壁に使っていくよ。開けた土地でたくさんの防壁が必要だが、抜けがないようにしっかりと守りを固めていきたいな。とりあえず兵舎を建てられるくらいの石材が溜まるまで、木材は防壁に回していこう。石材が集まったから兵舎を建てるぞ。場所はここでいいや。霊夢、兵舎めがけてゾンビが何体かやってきているぞ。むむ、ひょっとして本能的に危機を感じ取ったか。だがレンジャーだけで次々葬っていけてるぜ。レンジャーが単独でも、普通のゾンビ相手にかなり戦えるんだね。ゾンビがいなくなった今がチャンスだ。うおおお、バリアー。バリアーを張ったからここから先は通れましぇん。小学生みたいなこと言うなや。ま、木の壁ができたし、波のゾンビの攻撃になら十分耐えられるな。住宅はなるべく雪上に建設していくよ。緑地は農業のために取っておきたいからな。それと兵舎でレンジャーを訓練しておくよ。ソルジャーが訓練できるようになるまで、コロニーの防衛に努めてもらうぜ。防壁もどんどん建設して守りを強固にしていくよ。レンジャーだけでは小規模のゾンビの集団が来た時に対処が難しいからな。壁の内側には安心して施設を建てられるし、ここから人口をどんどん増やしていこう。ここに木材工房を建設するぞ。これで労働者が霊人になったから、農場を研究して一気に人口を増やしたいね。そして鉄を探すためにレンジャー隊をさらに先のエリアに進ませたところ、少し北に進んだ箇所で鉄の鉱床を発見できたぜ。この鉄を使って、巨人を倒せるくらいのソルジャーを訓練していこう。農場の研究が終わったから早速建設していくぜ。でも、こんな寒いところで作物が育つんだろうか？収穫量を確認しているがその心配はないようだな。寒さに強いごぼうでも植えてるんじゃないのかな？
食物繊維たっぷりで住民のお通じが良くなってしまう。これで人手不足は解消するだろうし、鉄の交渉に向かう安全経路を作っていこう。両サイドに防壁を築いて、壁に囲まれた道を作っていくよ。温泉があるからこれを壁の一部として利用しよう。それは温泉じゃなくて油田だぞ。は？ならここを抑えれば石油王になれるじゃん。買い手がいればな。よし、これで左右からゾンビに襲撃される心配はなくなったね。あと穴があるのは北だけだな。ゾンビがたくさんいるっぽいから見張りを置いて対処しよう。ゾンビを十分減らせたから鉄の交渉に採石場を建設するよ。鉄が生産できるようになれば一安心だな。念のために北部にも防壁を築いて、鉄の採石場を完全ガードするよ。一応これで、現段階のコロニーを完全に覆う防壁ができたか。それじゃあソルジャーを訓練していくよ。ソルジャーがある程度揃えば、安心して周囲の探索が行えるな。守りから攻めに転じて、この地にいるゾンビたちを駆逐していこう。ソルジャーが揃ったから本格的な探索を始めるよ。このマップの暗闇を全て晴らして、完全な地図を作るとしようか。ちょっと進んだらゾンビがわらわらと出てきたね。今はソルジャー6人で対処できているが、反撃を受けるようなら防壁まで撤退しよう。まだソルジャーは少ないから、フィールドの西側の探索はレンジャーたちに任せるよ。こちらはちょくちょく確認しておかないとやられる危険があるな。まあ無理な突撃は控えるようにするさ。新しく誕生したソルジャーをレンジャー隊のところに送っておいたぜ。それじゃあ探索はソルジャー隊にバトンタッチして、レンジャーたちはコロニーの防衛任務についてもらおう。未探索のエリアはまだまだ多い。ゾンビを排除してコロニーの土地を確保しないとな。いつもなら追撃命令を出して、自動的にゾンビを攻撃してもらうけど、そのまま巨人の方に突っ込む可能性もあるから、今回は逐次命令を出して討伐をしているよ。南東に外に繋がる道を発見したぜ。ここから小規模のゾンビの集団がやってくるかもしれないから防壁で塞いだ方がいいかも。そうだな。クリアリングもそれなりに進んだし、そろそろテスラタワーを置いていこうか。む、兵士が攻撃を受けていると警告が出てきたぞ。西の方だね。この辺りにはかなりの数の走るゾンビがいるようだ。途切れることなく走ってくるね。一旦退却させるか。ゾンビも延々と追い続けてくることはないしな。ヒット&アウェイでしつこいゾンビたちを撃退したよ。まだたくさんのゾンビが残っているだろうから、ここから先はちょっとずつ進むとしよう。東の方もたくさんのゾンビが襲ってきているよ。ふーむ、さっきも石場の近くでの出来事だったし、資源の周りにはゾンビが大勢いる傾向があるのかな。ゾンビに資源は豚に真珠のようなもの。使いもしないのに占領するなど言語道断だよ。おら、明け渡せゾンビども。なお、石の生産はもうできているので採石場は建てない模様。おい。一旦ソルジャーを退却させたけど、こっちの道もコロニーに繋がっているんだね。これでコロニーから東側の地形が明らかになったな。緑地が多いから農場として利用していこう。というわけでテスラタワーを置いてこの土地をテリトリーに組み込んでいこう。ゾンビが断続的にやってきてるみたいだから、レンジャー隊を前に出してタワーを守らせるよ。西の方もある程度は安全確保ができたから、テスラタワーと防壁で使える土地を増やしていくぜ。こっちは雪原が多いから、住宅地区にしていこうかな。ここから大規模な住宅地を作ろうって時に余剰電力がゼロになっちまったぜ。風車小屋を追加するよ。しかし電力を余計に食う土地だが、あまりその実感はないな。風車の数は多くなるけど、それを建てるための資源や労働者には困らないからね。もっと狭い土地なら風車を建てる場所に困るだろうが、ここではその心配もない。数を揃えて電力を補うとしよう。東の方は外に続く道を閉鎖できたよ。うむ、これで不意をつかれる心配はほぼなくなったな。それじゃあどんどん建物を作っていこうね。農場の方は最大効率で運営するのは難しいか。森があるし、狩猟小屋との合わせ技で食料を量産していこう。あとはここら辺にもテントを建てていくよ。やはり襲撃がないところに開発は順調に行くな。防衛を念頭に置かずに住居が建てられるからね。探索は続けているが、巨人のいるエリアにだいぶ接近してきたな。
忠誠を聞いてこっちにやってこないよね。大事をとって巨人のいる方向にはこれ以上近づかないようにするぜ。おっと、放棄されたワノメトリック発電機を発見。予期せぬところで電力を確保できたな。寒い土地だから探索で電力を入手できるのはありがたいね。それじゃあぼちぼち巨人対策もやっていこうか。地図を見るとここから巨人のいるエリアに行けそうだから、この場所に大量の防壁と防衛装置を作るとするよ。巨人と対峙するのはこれが初めてだから、可能な限り準備をしておくぜ。まずはこの辺りにいるノラゾンビを一掃するよ。ゾンビを倒して安全を確保したら、バリスタを立てていくぞ。バリスタを防壁で覆ったらさらにバリスタを追加。前線を押し上げるようにさらにバリスタを建設。ここからさらにバリスタ&バリスタ&バリスタ。ああ、もうそこら辺バリスタまみれじゃあ。そして最終的に完成したものがこちら。幾重もの防壁と大量のバリスタで巨人に挑むぜ。もうこれは無敵要塞ザイガスに匹敵するでしょ。それでは、この最強の布陣で巨人を撃つよ。おい、巨人の姿がないぞ。は？どこに行った？あ、大丈夫だ。マップを見ると暗がりの中に入っているみたいだ。別ルートからコロニーに向かったのかと思って心臓が止まったよ。それじゃあレンジャーを一人向かわせて、巨人を誘い出すとするぜ。おっと、巨人が食いついたね。レンジャーには巨人をここまで連れてきてもらうぞ。あーっと、ソルジャーを前線に出すのを忘れていたよ。危ねえなー。それじゃあ巨人に攻撃ができないじゃないか。移動命令を出したからもう大丈夫だよ。それにしても巨人の足って速いな。普通の走るゾンビを置き去りにしているよ。やっぱり一歩がでかいのかな。そしてこのサイズ感よ。木の塔の倍近くの大きさはあるんじゃないか。ひえ、パンチ2発くらいで防壁が壊れたよ。まだ壁はたくさんあるんだ。今のうちに撃て撃て。バリスタとソルジャーの集中砲火に平然としているよ。うわ、防壁がせんべいのように壊れていくぜ。兵士たちを後ろに下げるぞ。誰か、立体起動装置持ってきてー。だがこの位置ならさらに多くのバリスタが届くようになる。おお、巨人が倒れた。さすがにこの数のバリスタには耐えられなかったようだな。巨人を駆逐してやったよ。いかに強大な敵でも、準備をしっかりしておけばこの通りってわけだ。あとはソルジャーに追撃命令を出して、フィールドに残るゾンビを掃討してもらうよ。コロニーの方もコツコツ拡張を進め、目標の人口1000人に到達したぜ。あの機関車2000人目の住民が乗っているよ。その機関車が今ホームに到着したことで、巨人の里の攻略が完了したぜ。それではいつものやつをやるとしようか。巨人の里のコロニー完成。巨人の里を焼酎に収めたことで、フローズン湖という場所を見つけたぜ。ズン姉様、お前はいつからボイロになった？そして今回獲得する技術は、木のバリケード類の体力を 20% 上げる木の壁にするぞ。木の防壁にはこれからもお世話になりそうだからね。あとポイントが余ったので、木の杭という罠を設置できるようになる。バリケードという技術も習得しておくぜ。罠か。これは防衛戦略に幅が出そうだね。巨人を撃ち取ったところで今回はここまで。それでは、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。